新潟も同じようなことが言えるんですけれども、どちらもかなりディフェンスにフォーカスしてますよね。そうですね。フェイクを入れて、さあビラベダが決めました。ノーミかわして速いパス、佐藤君武言うばかりの長距離砲。18対28、その差10点。パラスが狙った、乗ってきましたね。パラス艶がついているが、ゴール下ブロック、ハリスのブロック、そして24秒、バイオレーション。そしてその松脇、エリアス・ハリス、ハリスくるっと回って、そしてリングへのアタック。新潟としてはポイントを決めたいですしね、はい、大変としては守って逆に。前半戦少し思うようなプレーではなかったかもしれませんが、後半戦乗ってきたかもしれません。サーディラベナ、ここはロスコアレンのアタック。この強いプレーでしたね。これ体当たってますか。こちらはノーミー、そしてロスコアレン、アレンのアタック、ダンクだ。いや豪快でした。時間が見えてますかね。残り時間が少ないんですが、ラストショットが決まった。ブザービーター。残り時間が少ない中で最後決めたのは、ただ勝敗に直結するというところで言えば、日本人選手がどれだけ躍動するかというところ。いやータフショット決めました。山内リバウンド拾ったロバート・アーサー、そして速い展開に持っていきたい。パスがつながっていく、ブロック。すごい、コービー・パラスのブロックでしょうか。パラス選手ですよ、すごいブロックでしたね。松脇外に出す、そして杉浦、これが決まった。アウト、タイムアウト明けで少し流れが変わった感じがあります。3円ネオフェニックス。一方でコービー・パラス、素晴らしい身体能力ですね。ディフェンスが一つ鍵になりますが、いいですね。さあラベダ、ラベダ奪ってレイアップ。いや大丈夫ですかね。ただラベダ田渡りからここ狙ってきた。コービー・パラス奪った。さあパラスかわしてダンクだ。勝ちを決定づけるようなダンクが決まりました。パラス2連勝まで残り時間は2秒1秒。そして新潟アルビレックスBB2 連勝の終了のブザーです。